パンタグラフを折りたたんで、地運転を行うスウィモ、X スウィモは、川崎重工業が、研究開発している河川、蓄電池併用式超低床電車。スウィモの名前の由来は、スムーズな乗車、非電区間への直通運転をする移動手段である。スウィモは産業固定編成で、全長は15メートル。河川のある電区間では、一般的な電車同様、 パンタグラフ充電により走行するが、非電化区間では、川崎重工業が独自開発した、ニッケル、水素蓄電池である、ギガセルの電力を使って走行する。また、回生ブレーキの発生電力や、電化区間で、パンタグラフから得た電力の一部をこれらの充電用に当てることができる。5分間の充電で、平地の場合、時速 40km で 10km 走行できる。 2006年8月30日、筑豊電気鉄道2 0 0 0系2 1 0 3編成を試験車両として使用し、ギガセル搭載運転に成功。2007年、張間工場に実際の走行区間を模し、電化区間と非電化区間が混在した試験用線路を付設する。同年9月、新造三車体連接車、スウィモ X を用いた試運転を開始。 同年12月から2008年3月まで、札幌市電で、スウィモ X と、鉄道総研の試作者 LH02 系、ハイトラムとの比較試験を実施、営業運転は行わなかった。2010年現在、岡山電気軌道が導入を検討していることを発表している。ありがとうございます。